カーブース、ビンサイード・アールサイードは、オマーン国王。首相、国防省、外相、財務省を兼任した。18世紀から続く、ブーサイード家の第14代君主にあたる。代々のスルタムを出してきた南部の港町サラーラの出身。幼少期を同地で過ごし、インドプネーで16歳まで過ごした後に、イギリスに留学する。20歳の時に、 サンドハースと王立陸軍士官学校に入学し、1962年9月に卒業を。卒業後は、イギリス軍、キャメロニアン連隊に配属され、1年間西ドイツに赴任する。退役後は、地方行政学を学び1966年に帰国するが、不応サイードビンタイムールによって、サラーラの宮殿に軟禁状態に置かれ。 サイードの顧問から説明を受けるときを除き、政治に関与することを認められなかった。南京中は、イスラム教徒オマーンの歴史について学び、イギリス軍時代の友人ティモシー、ランドンやサイードの顧問の息子、宮殿の警備関係者以外との交流は認められなかった。カーブースは、サイードの保守的な政策に反対し、国外に駐在する協力者と連携して、クーデターを計画していた。 カーブースが描かれた一応オマーンリアル1970年7月23日、宮廷ク空デターを起こしてサイードを追放し、自身が国王に即位した。即位後、カーブースは国名をマスカットオマーンド広告からオマーン国に解消し、誕生日である11月18日を国民の祝日に制定し、即位した7月23日も、 ルネサンスの日として祝日に制定している。一方、政治体制は絶対君主制を維持し、すべての権限を自身に集中させた。すべての法律は王室政令として発布され、行政官や裁判官の任免権もカーブースが掌握し、カーブースの権威は不可侵のものとされている。また、現在流通しているオマンリアルのすべての紙幣に肖像が使用されている。 カーブースとウィリアム公園カーブースはイバード派のイデオロギーに基づくイスラム的伝統を堅持しつつ、国王の主導による近代化政策を強固に推し進めている。即位後間もなく、不王の時代に発生したドファールの反乱に対して、パフラビー長のモハンマドレザーパフラビー、ヨルダンのフセイン一世、イギリス軍の支援を受けて反乱を打ち合している。年月には、 鎖国政策を放棄して国際連合に加盟する。1980年にはアメリカ合衆国と防衛協定を締結するなど西側諸国との同盟関係を構築する一方他のアラブ諸国とは異なりイランとも良好な関係を維持しているためアメリカとイランとの仲介者として活動していた湾岸協力会議の設立に関わり1981年5月25日の 設立と同時に加盟。湾岸戦争の経験をもとに GCC 合同軍の設立を提唱しており、サウジアラビアとの関係強化を図っている。カーブースとジョン・ケリー2011年1月17日、マスカットでアラブの春の影響を受けた国民が政官の汚職批判や生活改善を訴え、反政府デモを実施し、各地で 同様のデモが頻発死刑艦隊と衝突する事態に発展した。カーブースはこれに対して雇用喪失、失業手当の支給、社会保障費の増額、公務員の給与、年金、退職金増額などの政策を決定したほか大幅な政治改革を実施した。国王即位以来、即近として自身を支えていた国家経済省、商工省、区内省、 王宮府長官、王立警察長官を含む閣僚20名を罷免したが、一方で閣僚の汚職容疑については、証拠不十分で起訴を見送っている。また、それまで諮問機関に過ぎなかった議会に、立法権と行政監査権を付与したほか、国家経済省の廃止、財務省、消費者庁の設置、検察庁の独立、地方議会、国立大学、 イスラム銀行の設置を決定し、これ以降反政府デモは沈静化した。これらの決定について、松本博士は、反政府デモを利用した政権中枢の世代交代、正常な国家運営に必要な職所分担と分析している。晩年はドイツやベルギーなどで療養し、2020年1月10日、79歳で崩御。 1976年3月22日、サイードの弟、ターレク王子の娘ナワール王女と結婚するが、1979年に離婚。ナワールは2005年に他の男性と再婚している。カーブースには子供はおらず、後継者も指名していない。2014年にがんの治療のためにドイツに8ヶ月間滞在した際に後継者問題が浮上するが、 治療が終わった後も後継者を指名していない。オマーン王室にはターレクの息子や孫がおり、それぞれ政府の養殖についているため、カーブースの放御後は、ターレクの家系から国王が選ばれると言われている。カーブース国王の放御を受け、後継を選ぶ王族評議会は2020年1月11日、いとこのハイサム・ヴィンターリク・アルサイド遺産文化賞を指名した。 ハイサムシン国王は同日、即位を宣言した。国家基本法は、王族評議会で合意に至らない場合、国王の遺言に基づき次期国王を選出すると、規定している。カーブース国王の遺言書が開けられ、王族たちの前で読み上げられた。カーブース国王に子供はいなかった。生前、公家には後継を指名しておらず、いとこのアスアド、 ビィンターリクアルサイド国王代理兼副首相が有力視されていたロイヤルソロありがとうございます。